はい、青春秘密基地アーバーです。今回は2022年新しい新企画始動ということでお送りしていくんですけれども、やはりねレトロ玩具系 YouTuber として様々なねお店や企画の方をね紹介してきていたんですけれども、今回2022年またね新しいことにね挑戦していきたいなということで新企画の方を発表していきたいと思います。それはまずはこちら、自分が作ったこちら青春秘密基地のオリジナルステッカーなんですけれども、こちらのステッカーは YouTube の生配信なんかを使いながら時々リスナーさんにもプレゼントしているステッカーなんですけれども、まずはこちらのステッカー1枚からスタートしてレトロ系のおもちゃや雑貨なんかに交換をしてもらって、そちらのおもちゃをさらに順繰り順繰りおもちゃや雑貨のリレーを通じてどのような商品にね変わっていくのかを見ていくよというような、今回新企画名付けてわらしべ玩具ということでお送りしていくんですけれども、まあこの展開はねかなりね今後どうなっていくのか非常にわからないです。自分も様々なお店屋さんのオーナーさんとか、またねコレクターさんにお願いをしながらね、少しずつおもちゃがねどのようなものにね変化していくのを皆さんとね楽しんでいけたらなと思っています。それではね早速ね一人目のわらしべ玩具の方挑戦していきたいと思います。それでは行ってみましょう。でこのじゃあステッカーで何かちょっとこれに見合ったもの何かトレードしてもらえればと思うんですけど、何でもいいんですけど何かあります？あ、もう全然、いや、あんまりいいのもらえちゃうと俺手放したくなくなっちゃうんで次のお店行った時にもうすぐ手放したくなくなっちゃうと困っちゃうんで。わらしべ玩具一発目のおもちゃを選んでもらっている間に店内の方もご覧ください。こちらサードアンクルさん、本当にねレトロ玩具のプロショップといった感じで、商品の品揃えはもちろんなんですけれども、また状態もいいものが非常に多いので、以前ね一度ね動画の方で紹介させていただいたんですけれども、その動画の反響も非常に大きくて、全国各地からたくさんのコレクターさんからアクセスの方をいただいて、結構ね高額な商品なんかも自分の動画の反響でたくさん売れたとのことで、非常にね自分もね動画を撮っているモチベーションにもつながりました。これからもね自分はねさまざまなレトロ玩具店の方にお邪魔してお店紹介の方も続けていきたいと思っています。ああ、ありがとうございます。ああ、すいません、ありがとうございます。じゃあ、ああいいです、いいです、全然。ああありがとうございます、かわいい。ああ、いやかわいい、いやいいですよ、全然ありがとうございます。このステッカーからまずはこのでドリフのサンタに変わりました。ありがとうございます。本当に。よかった、いやこれ名前あるでも全あ名前入ってる。これ好きなんですよ。じゃあこれもお願いします。はい、ありがとうございます。はい、わらしべ玩具で先ほどサードアンクルさんの方行ってきたんですけども、たこ焼きの長尾さんところがすぐ近くなんで、ちょっとね寄っていこうかなと思ってお邪魔します。こんにちは。あれ、どうもお久しぶりです。いや、なんか、いやいや久しぶりですね。やっぱちょっと近くまで来たんで、サードアンクルさんの方でちょっと今動画撮影させてもらって、いや近いんでもうたこ焼きを食べていこうかなと待てよ、そんなタイミングあります？こんな偶然あるよね。いや確かに、いやもうびっくりだわ。なんか連絡してらしてたみたいな感じになっちゃってますよこれ。連絡したでしょ。いや連絡したでしょ。した俺。いや僕いや言われてきてるでしょ。言われましたっけ。いや俺も今急に来たらなんかオレンジ色の服が見えるから。なんか連絡した。いや芝居がなってる。いや俺まさか、なんか目に痛いのがバイクかなって、バイクもオレンジが入ってるのかなと思ったら、いや、あの前回の黒のバージョンだったから、今日はオレンジバージョンで、オレンジだったから、あ、ちょっとホッとしてたんだけど、バイクにしてちょっと大きいなと思って。お芝居中も申し訳ないですけど、はい、私は後輩の漫才師の母の関と申しますが、はい、あの、お二方もう打ち合わせしてましたよね。してました。してたでしょ。ちょっと俺も記憶にはないないよね。だってカズ兄さん、これ撮影あるからって3月行ってるじゃないですか。した俺だってちょっと、だってリアルに食べてる感じ出てますよね。あれだ、しかも2人で3本。2人で3本。あのこれじゃんけんで負けたから俺にこういうこと。ああ、そう、そういうことだ。2人で3本。違うって、どうでもいいですか。正直に言ってください。そうですね、すぐバレるんでね。いや美味しくね今ごちそうしてもらってたんですよ、たこ焼きの方を。もうあの動画以降仲良くなっちゃってね。そうですね、もう本当にお世話になってます。本当にお世話になってます。で今回またね変な企画持ってきたんですけど、はいはい、一応ですね、何ですか、
わらしべ玩具っていうね新しい企画が始まりまして、わらしべ玩具はい、これさ、言っといてよ、何でも用意してないよ、わらしべに。いや、線抜き、いやもう本当にね、これ今日初めて、あのサードアンクルさんの方でまず一発に自分のシールステッカーの方で何かおもちゃに交換してくれないかなと。さんのあのキラキラのステッカー、そうです、そうです、はいはい、あれでおもちゃに変えてもらって、それをお店とかコレクターさんに会うたんびに何かと交換してもらっていくっていう企画が今度始まったんですよ。あ、でちょうどたまたま一発目今サードアンクルさんでおもちゃの方、あのサードアンクルさんはそういったもの一切乗りませんよ。あの貴重なおもちゃいっぱいあるのか、秋葉さんはそういうの一切乗りませんよ。まさか交換してもらえました？はい、もらってきました。で長尾さんのところにおもちゃあるから、もしかしたらまあご用意はしててくれないと思う。でも一応ね、ちょっと近いし、もうたこ焼き食べたかったんで、たこ焼きメインでとりあえず来てみました。ちょっともらってきたもの一応、たまたまですけど私もあります。やっぱ大体普通の人は日頃おもちゃ持ってるじゃないですか、1つや2つ大体リュックに入ってますから。もうやめようよそれ、大体普通の人入ってる。持って歩いてる。ああ、そうですよね。持って歩いてるから。ああ。手ぶらで有名な一番現実じゃなかった。もしもし。シーフじゃないですね。え、今日朝連絡したでしょ。はい。あの用意してます。なんか持ってこいって言われてるんだ。あ、けど画面上からすみません。あの秋葉さん、お待たせしてます。ゆうです。はい。そうですね。お世話になってるみたいですね。昔はよく。本当にお世話になりました。私一度一緒に。秋葉さんからおもちゃのいろはを教わりましたから。ああ、そういうお店ですよね。はい、本当にプロショップなんで。はい、ぜひ今度、皆さんに行きましょう。今度遊びに行きます。はい。はい、で交換してきてもらったおもちゃが今回こちらの3点。うわ。ステッカーの。さすが。こちらがね。さすがサードアンクル。そうなんですよ。え、ステッカーからこれになったの？なりました。この3つ。ちょっと待って、これさ、あの要するに2体かけてるんですよ、イカリアさんと、要するに、三蔵法師と志村さんの悟空がかけてるんだけど、そうですね、あ、これあドリフ、あのドリフの要するに、三遊記なんですよ、これ。あー、でなるほど。普通あの、カッパと豚はいるんだけど、カトちゃんってキャラクターはいないじゃないですか、はい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 、だけど、その要するに三遊記の中にカトちゃんがいるんですよ。あ、これめっちゃ貴重なやつ。貴重です。でこれしかもコピーなんですよ。そうなんです、裏見たら。でしかもこれ、まあ、色あせてるって言われてしまえばそうかもしれない、傷があると言われてもそうかもしれないけど、こんだけ色が残ってる状態の3体は珍しいと思います。はい、それじゃあ、しかも指人形自体触ってみてください。これちょっと固めですから。固めですね。だから年代は経ってるってことです。で必ず匂いがありません。うん、昔のやつです、トビーです。匂いで分かるんですか？匂いで分かる。ソムリエみたいな感じになってますよ。ソムリエはもう大体そういうことです。多分カズオさん昔食べてたこともあると思う。ソムリエは飲んで匂い嗅いで食して、まあ、これが綺麗な状態で、あの志村さんとイカリアさんも揃った個体セットで、あと確かこれ馬もいるはずなんですよ。へー、詳しいから どれぐらいなんですか？もう多分万です。これ交換していくんですか？これそうしてきます。これドリフ世代でトベソンを食う世代だったら俺行きたいけど、先いいよ行って。これあるなんか、いやっぱ普段からね、一人一つは、まあ、免許証とお財布とおもちゃは大体持ってますから。おもちゃ、おもちゃで、おもちゃ持ってるよ、だって、まあ俺らおもちゃ好きなんですけど、え、でかいじゃないですか。いや、これはおもちゃ、この箱ちょっと欲しいんじゃないですか。すごい、たくさん、え、らいたくさんの。これ私は昔好きで集めてたものなんですけど、ATG ですよね。ああ、その石森章太郎さんが好きで集め始めて、石森さんって言いながらライディングありますし、他のもどんどん増えてってっていうのを、うん、こうあの久々に部屋整理したら出てきたっていうの。へえ、これがゴレンジャーがかっこいい。そう、ゴレンジャーがかっこよかった。でモモレンジャーもいるでしょ、ここに青レンジャーで赤レンジャーがここにいるから、はい、なんかいきなりどん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 出てきますね、これ。これだと数で勝負になっちゃうんで、僕1個今日持ってきたソフビがあるんですよ。あ、はいはい、それえ、それ大事なやつなんじゃないの？いいの？大事です、これ大事。このソフビなんですけど、猪苗代って言いまして、はいはいはい、あの福島のご当地怪獣、非公認ご当地怪獣みたいな感じで、
温泉旅館でしか買えないっていう外着なんですけど、めっちゃ可愛い。この家の猪苗代の、いや、そうなんですよ。このチラシにも、はい、これにも載ってる、はい、で今私ちょっと活動しまして、福島でお仕事をさせてもらってるので、この猪苗代っていう可愛らしい限定バージョン、これ限定バージョン、ピンクめっちゃ可愛い、これ限定バージョン、イベントでしか販売しなかったですけど、実はこの猪苗代を今特撮で動画にできないかっていう活動してるんですよ。へえー、面白そうですね。クラウドファンディングで今資金を集めながら、皆さんの協力を得て、そうなんです、なんとか町おこし福島盛り上げる動画を作りたいということで、なるほど、皆さん応援してあげてください。本当ですね、こんなワクワクするものを彼は作ろうとしてますから。そうですね、やっぱご当地のためにもなるし、この猪苗代が何して可愛いんじゃないですか。これちょっと見せてもらってもいいですか。そこから始まる特撮があってもいいんじゃないか。背中がどういうことか、これ背中が猪苗代になっておりまして、ここが猪苗代湖で、バンダイさんがありまして、なるほど、バンダイさんこっちですよ、バンダイさんありまして、はい、この赤い点が、この猪苗代を最初にデザイン作った中野沢温泉っていう温泉があるんですけど、温泉の場所を示してるんです。ちょっとした地図になってるんだ。そうなんです、なんか結構設定が細かいですね。でちなみに本当はその温泉のところにポイントがあるんですけど、今回はイベント限定だったので、猪苗代湖でそう行われたイベントのところにこれポイントが付けられてる。なるほど、温泉、そういうこだわりがある設備なんですね。それを何出したらいいんですか。いいんですか。出します。めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、ちょっと待って、もう俺ここでいいかもしんない。なんかいろいろ持ってきて持ってますよね。お前じゃ大体日頃持ってます。てますチラシとともに。いやマジですか。いやいや、ちょっと待ってください。これもう2回目で俺もうフィニッシュしてもいいかなって。そうですね。そういうことですね。これはもうこっちもどっちもいい、いや俺はこのやっぱオリジナリティ、だってこれ買えない、手に入らない。これ買えないじゃん。そのイベントに行かなきゃ買えないです。こういうね、思い出があるね、側瓶って可愛いんですよ。ただ作ったんじゃなくて、このやっぱ猪苗代湖があったり、その町おこしも兼ねてのこの愛くるしいキャラクター。そう、本当にいやいいです。正直あっちの大量のおもちゃだったらちょっとどうしようかと思って。こっちはいいな。いや、これは多分金額結構いい金額で作るんで、今そのご当地怪獣って今ブームになってるんで。そうですね。で猪苗代はいろんなバージョンがあって、実行バージョンがあったり、実行バージョンとか。それはまさか、まさか、まさかここに通じてる。そうなんですよ、実行バージョンからラーメンからバージョンがありまして、その中のはこれはイベントから。どっかでも聞いた話なんですよね。やっぱりみんな好きなんですね、ソフビがね。ここからやっぱ即日といえばあの人に行くしかないんじゃないですか。行っちゃいます。だしこれ、はい、俺一瞬ですよこれ。ああ、そう、5分ぐらい、5分ぐらい所有したの5分ぐらいになっちゃうんだけど、なんで5分ぐらいでしょ。なんか切ない。それも複雑、一回持って帰ってしばらく家で眺めて、またどっか取材に行った時に持ってって、ああこれいつもちょっと短い間だったけど 2,3 ヶ月ね我が家にいてくれたなっていうのがありきがいいんだけど、これもう数分でね。まあね、そうだね、まあでもそれがまあね、そうだね、この企画で知ってもらうとでも僕ら、僕としては大きいので。そうですね、そうです。ぜひね、この猪苗代のググれば買えるかもしれないですよね。ググれば、温泉旅館西村さん、中野沢温泉の西村屋さんっていうところで、実は温泉に来たら買える装備で最初は発売されたので、ぜひ温泉旅館に泊まって、今行けば、まだ温泉旅館に行けば、限定バージョンがあったんですよね。なるほど、どっかに聞いた話ことある。あれそれ、あれだ、あれスタンプ集めるパターンじゃない、スタンプじゃない、スタンプパターンじゃないですか。8粒、温泉に行ってくれれば買えるから。8粒入りのたこ焼きだから8泊分泊まったらもらえるとか、そういうわけではないですよね。そういうシステムを今後作っていきたいなと。あ、すごいですね。いや、でもこんな通じる、この場所でこれは やらせなしですよ。このつながりはやらせなしですよ、本当に。ソフビかわいいな、いや本当に。これはすごいですよ。かわいいわ、かわいいわ、これ本当にかわいいわ。本当でも女子の方が集めてるのが意外と多かったです。やっぱゆるくやだし、キモかわってもかわいいにかわいいって、キモくはないもんね。ここ
はもう完全に一応設定では、まあ、マグマ温泉の下なるほどのマグマになってて、この稲川市もう大きさもめちゃめちゃでかい、50キロぐらいの大きい設定の大怪獣っていう設定なんです。すごいね。いやこれ今後楽しみですね。稲川市を背負ってバンダイさんも背負ってますから。ああなるほど、めちゃめちゃでかい怪獣っていう。あでも今度はその特撮の怪獣映画を作るってことは、この怪獣が動いてる様が映像で大暴れができると。そうなんです。大暴、こんな可愛い顔して大暴れですね、これから。これが、ね、これもクラウドファンディングにお金入れよ。絶対撮ってもらおう。いやもちろんですけども、何60万ぐらいでいいの？クラウドファンディング入れる。もちろんもう入れていただければ。本当に60万くらい兄さんお願いします。あそのぐらいでいいの？それだけでめちゃめちゃ助かります。動画でしっかり押さえたんで。あれ紹介押さえたんで今これはマジで助かります。それ本当にもう逃れられないです。いやー、動画で直しろいいね。チラシも僕も自分で作ったんですよ。え、そうなの？セックが？いや、このチラシもやっぱ昭和っぽい感じがねいいですね。このうちら世代にはなんかこう甘酸っぱい感じの、そうだね、昭和、ね、うん、昭和テイスト入ってますよね。自分の息子あこれがね、朝学校行く忙しい時間にちょっとお前ら後ろ見てこっち逃げる感じ出してくれって一枚写真撮らせてもらって。演技派じゃないですか。演技派だと。あれ子役こんな風に使われてるとは本人は思ってないです。子役でいけんじゃないですか。そうなんだ。いいね。だから作り方もクラウドファンディングも物のリターンということで、うん、絵本だったり限定の稲葉城の作品とかもリターンで出してるんですけど、もう一回だけクラファンをやろうと思ってて、体験リターンで実際に、撮影に参加できたり、面白そう。その通り名前載せられたり、出演できたりするようなのを。じゃあ俺もクラファンに参加すれば出演できるんですか？いや、可能性あります。みんなで学園祭みたいに、大人の学園祭みたいに、撮影舞台、収録舞台を楽しくできたらなっていう考え。300万ぐらいでいい？いや、もちろんもう買い取ってください、それはもう300万やったら。大丈夫ですか？動画に撮られてますかね、しっかり。しっかり録画されてますから。もう感動でいい。これ詳しいことはどこ行けばいいですか？詳しい。一応キャンプファイヤーでサイトあるんですけど、QR コード、要するに QR コードこれですね、はいはい、こちらの QR コードをスクショしてもらうか、呼び込んでもらえばいけるってことですね、はい、これでいけるのかな。一応動画、あとは稲葉市論で検索していただければ、うん、かると思います。ああそうです、ちょっとでも、ね、興味ある方がいらっしゃいましたね、この稲葉市論を。ツイッターでもあります。応援したいなという方はぜひね、ちょっとねホームページの方見てもらってね、興味ある方はよろしくお願いします。ぜひお芝居は本当に必要なかった。お芝居必要なかったからなかったなかったよ。いやだけどこんなにお前見事に全部こういうの持ってくるとは思わないもんな、ね、いや僕このために来たみたいな。いやでも頑張ってほしいね。本当にあのお二人にも協力していただきたいなと思って。ぜひもう自分で協力できることであれば。こっちしか無理だけど。いやお金じゃなくて物作りの方でちょっといろいろお願いが。できるかな。ぜひ物作りでお金を。うちの相方に怒られないかな。確かに相方のユタ兄さんに怒られそうだ。怒られそうだよ。そっちの技術そんなことやってみたいな。それはそう言われたら俺言えないからね。怖いからそれ言う。優しいよユタは。万歳のことやったらめちゃめちゃ愛がまあまあ協力できることだったらやりますよ。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今後のね稲葉城にもね皆さんぜひご注目いただければと思います。注目するね、はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。